自己破壊して、もう必ず地獄に送るんですよ。もう落第するんで、堕落するんで、これはもう決まってるんです。不安というか、毎日毎日日常生活の中でも常に不安が湧き起こってきて、特にその仕事上ですとかとの関係の中でもやっぱりその心配事とか不安ですとかいろいろ巻き起こって、どうしてもその例えば3日後になんか大変なことがあると、で結果がわからない、非常に不安だとなるとですね、その2日間3日間が非常に苦しいというか、なかなかその心を離れたり他のことに向けたり、いろいろこう自分で努力をしているつもりなんですが、なかなかそこまで至りませんと。もう今の瞬間に幸せになりたいなと、そこをなんとかできないもんだろうかということで、一つアドバイスをお伺いしたいと思って今質問させていただきました。よろしくお願いいたします。自分で自分に火をつけて、それから燃えてるよ燃えてるよ、痛いわけでするよと泣いてるような説明でしたからね、自分に自分で火をつけることやめたらどうですかね。別に誰も何もやってないでしょう。それ自分自身で自分でいろんなことを妄想して妄想して、まあ、炎症しているんですね。それはもう今炎症しているんだ、大変だ怖いんだと泣いちゃってもね、言えないんですね。だから格好とは、まあ、自分で自分に火をつけることをやめてください。人に殴られて痛いんだったらね、それをそれなりに対応すればいいし、人にけなされたところで怒ったら、それはそれ具体的なことでね、とか何か対応すればいいし、現実的な問題だったらね、それなりの適切な対応あるんだけど、良い対応も悪い対応もね、怒った人に逆切れになることも一つその対応でしょう、ね、相手が怒ったら自分が怒らないですいませんと言っていて控えることも一つその対応でしょう、ね、だから具体的なものにはよしからやしから何か答えがあるんです。自分で自分に火をつけることにはどうすればいいんですか。それはもうエネルギーで言いますけど、まあ例えば具体的に本当の火を自分につけると思ってみましょう。どうってもその人はまあどうしようもない。それだったら我々どうすればいいんですかね。その人のもう手足をどうかに鎖で繋いでおくしかないでしょう、まあ、そこまでやる必要あるんですかね。なんでそのまま手足どこかにこぎしょけちゃってその人を生かしてあげる必要あるんですかね。それでも生きてる気がしないでしょう、ね、だったら勝手にしろよと、人に火をつけるなよということしか答えがないんですね。例え話はよくわからないかもしれませんだけど、この自分でいろんなことを妄想して妄想してやけどしているんですね。だから妄想やめるだけ、目の前のことをやればいいんです。明日のことは考えないんです。目の前のことを忙しいでしょう、ね、目の前に今やること今やることで、人っていうのは立派な人間だったらものすごく今日忙しいんですよ。一緒でも自分の目の前で何かやらなくちゃいけないことがあるんですね。それ終わったらまた次の瞬間でまたやらなくちゃいけないことがあるんですよ。何もやらない時間っていうのはないんです。何もやらなくていい時間っていうのはない。そうするとものすごい人間の体っていうのは壊れてしまいますよ。一緒でも何かやっているっていうのは人間の生き方なんでしょう。人間に限らず動物もそういうことで、一緒でも何かやっている一緒でも何かやっている。あの葉っぱ食べてる毛虫たちはね、まず食べて食べて食べて20時間食べてるんですね。それで3日間ぐらい食べて、それから何もしない時期あるでしょうね、1ヶ月とかぐらい。でも中で激しい毛虫が蝶々に変わったり、あるいは蛾に変わったり、かなりの変身起きてるんで、だから何も起こらない瞬間ないんです。それやるだけの人生だからね、瞬間瞬間目の前のことを叶う。昨日はどうでしたか。昨日どうでもいいでしょう。明日はどうなる、どうでもいい。そんなのこの持ちに薬がないんです。昨日にそれで悩んだってもどうするんですか。明日っていうのは次の瞬間っていうのはこの世の中で神様にさえわからないんです。正しく仏教を理解しているならば、これ絶対予言不可能なんです。明日のこと将来のことを考える人間が自己破壊して、もう必ず地獄に送るんですよ。もう落第するんで、堕落するんで、これはもう決まってるんです。明日のこと心配するならば、はい、堕落して地獄に行きなさいなんて答えはちょっとまあ極端的な言葉なんですけど、だから質問の中見たら見えるでしょう。来週はそのあまりも嫌で嫌でどうしようかなと、ね、だってまあとにかく明日のこと、3日前のこと、後のこととかね、これで自分を燃やして燃やして燃やして、今の目の前の仕事をやってないんです。目の前の義務を果たしてないんです。
これは別種が立っています。人がすごく食べるものなくて、ものすごくお腹が空いてもう倒れそうな状態で。で自分の仕事は自分がいっぱい食べ物を持っていて、この人の食べ物をあげることなんですね。食べさせることなんですね。それ減災の仕事をしないで、この人いっぱいご飯食べたらトイレに行くことになるでしょうって言ってトイレ探しに行くんです。それって正しい対応ですかね。それでその人に、あのね、トイレはあっちにありますので行ったって意味があるんですかね。それでその人はこいつを頭いかれてるということをね、結論すぎちゃうんです。だから明日のことを考える人は無知でいかれてるんです。自己破壊するんで、堕落するんです。決してそういう人には幸福な未来はないんです。存在すらしないんです。今笑う人はもうずっと笑っていられます。だから今を見てください。今あなたにはやりこなせない何か問題あるのかと。今自分には果たせない義務何かあるのかとかね。現実的に。それを見る人は幸せになります。以上です。ありがとうございました。私は幸せでありますように、私の心に現れる悩み苦しみが徐々に消えていきますように、怒り嫉妬憎しみの感情は人の心を苦しめます。苦しみである怒り嫉妬憎しみが私の心に起こりませんように。怒り嫉妬憎しみの妄想を育てないように努めます。私の思考がいすんで死にの思考になりますように。私は物事が隅に変化して消え去るものであると観察します。私は過ぎ去った出来事にとらわれないように精進します。私は将来のことに執着して悩まない、不安になれない人間になります。私は今ここでするべきことに集中します。生きとし生けるものが幸せでありますように。生きとし生けるものが幸せでありますように。